立つまず一生じゃないといけないこともそうだけども、ちゃんと指の腹でちゃんと例えば狙うとこが切りつきんであれば、切りつきのこの盛り上がりのとこにちゃんと乗っかってるか、あとは体重がこう入るかだよね。手押しだとこうなっちゃうんだけど、体重が乗っかってるかで、ここまではいいんだけど、ここだとどこに負担が来ると思うんですよ、施術者の。あのね、これ肩ここに来ちゃうんですよ。実は体重乗っけてるだけだと、そこを肩に来ない方法っていうのは、ここを押した後に肩甲骨をこう入れることなんです。肩甲骨を寄せること。あんま聞いたことないでしょ、うん、こう実はこうやってやりながら、私なんか肩甲骨がものすごい動いてるんですよ。こうじゃないからねこうなります、イメージ的には。こう押してる時に肩甲骨入れないと、ただこう体重だけ乗っけるんですけど、肩甲骨入れるとこうなると、こうこう、ここからこうなるんですよ。こう、こういう動き、そうすると全体に流れて体が痛める。あと指が痛くてしょうがない人は、どちらかといえば重ね指って楽だよね、意外とね。あの重ねる、こう指と指重ねるのもありだし、指と手のひら重ねるのもありだもんね。意外と見えるかな。こう押して、こう肩甲骨こう入れながら、こうこうこうだけじゃないからね、これもあるからね、意外と。こう例えばこうこう全然ありなんで、そしたら片方の指の負担がものすごい減ります。これちょっとこう、みんな肩甲骨をこう入れる練習、今日意識してみてください。こう押しながら、こうちょっとやってみないとイメージできないね。こう入れて、こう肩甲骨見えるかな、これ見えないか。こうした後にこうなる、うん、そうすると負担がものすごい少ないです、こっち側に。あと指の他に使うとこはどこでしょう。この隙間、あ、間です。自分で触ってみて、後頭骨の一番下、前後ろをすると、この隙間、隙間、これアトラス感って、アトラス。そこが、ほとんどの人が超気持ちいいし、ストレスとか溜まりやすい場所だし、そこをうまくできるかどうかによってポイントがものすごい変わります。何気なくやってない？まだ大丈夫、狙ってやってる。アトラス感って、頭あるよね。で、まあ首があったとしたら、このラインだけど、気持ちいいポイントってね、3箇所あるんです。ツボも3箇所あるんです。もうちょっとあるのかな、ツボ。でもポイントは3箇所。まあ自分で触ってみようか。3箇所どこだと思う？何気なく全体をやるっていうことじゃなく、気持ちいいってところはやっぱ長押しして、そこをいっぱいやってほしいじゃないですか。そのポイント3箇所あるんですよ。ゆうさんどうですか？言葉じゃ説明できないけど、ちょっと後ろ見てみて。はい、押すね。そこをみんな一番気持ちいい、自分で押してるところ、うん、実はそこが一つのポイント。ちょうどここの端っこのここの部分ですね。行き過ぎちゃうと、入れる時に、この1個、ここの一番こう盛り上がってるところです。こうした時に盛り上がってる。で、もう1個。そこだけいつも狙ってやってるんです。そこですね。違います。そこだけだとポイント30点だね。そこやってほしい人ものすごい多いんですから。わかる人、なんとなくわかる人、あぶちゃんわかんない、はい、真ん中、これも一つのポイントですね。ここに、これなんだっけ、アモンだっけ、なんだっけ、それで違うな、フーチだったっけ、フーチだ、フーチ、ど真ん中、ど真ん中のくぼんでるんですよ。そこを脳天の上の方にこうグッと持ち上げる。ここが第
2番目というか2つ目、はい、まあ両サイドで1個するよ。これが1個で真ん中が2個、あともう1点あります。じゃあまあ答え言っちゃいます。あの普通にこう全体やったら指何本ぐらいいきますね。3456、半分で6個か7個入るかな、大体。その中のその真ん中の風池の一寸横です。指一寸横、そこちょっと盛り上がってるところです。真ん中の指一個横、ここがまあ起立筋の、脊柱起立筋の最終日、最終の停止部みたいなイメージかな。そこがものすごい気持ちいいので、ここ狙ってやってください。何気なく全体揉むんだけども、ここのポイントに来たら長押しが基本です。そしたらふわーっと副交感神経が入ってくる。ふわーっとなんか別次元に来ちゃうような。まずこの3点の練習をちょっとペア練習で、で今日ペア最初組んでもらって、その後交代交代でまた違う人とやってもらう。で後頭骨触って、何気なく真ん中押すんじゃないよ。後頭骨探ってのちょうどくぼんでるんですよ。くぼんでるとこをベクトルあっち、体のこっちに向かってギューッと、その人によって圧加減が違うので、で次のポイントが指一本横、ここちょっと膨らんでるというか筋肉あるとこです。これもちょっとこれ肩甲骨意識してね、みんなに押すときね、よし、ぐーってと、さっき言った樋口さんが言ってくれたちょうどここのくぼみ、ここスッと入るところなんだよね。でここ、これぐー、この3箇所を狙ってやってみてください。狙って強くやられるとね、私なんかもうここ触るとやめてくださいっていう感じになる人です。私もはっきり分かれるんです、ここ。樋口さんやめてほしいっけ？とてもいいです。とてもいい、とてもいい、とてもいいってことはちょっとコリがあったり触ってほしいっていう感覚があるので、そこは圧加減に気をつけるってことね、人それぞれあるので。でこれほぐしながら肩甲骨を動かしてってあげるのもいいよね、一つね。これで肩甲骨をこう隠し止めながらこう動かすっていうのも。でこれに伴いお客さんって次どこ触ってほしいって感覚になると思うんですけど、これに伴い三角筋なんですね。このままつながってるので、つながってるので、ここ三角筋をほぐしてほしいので、一連の流れでここの三角筋のとこまで行ってほしいんだよね。この動かしてこう、あ、やっと取れてきた、動いてきた、こうやってここの辺全部やった、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 たら次こっち、うんうん、で、することによってもっと肩甲骨の方が動きやすい。三角筋っていうのはものすごい気持ちいい部位の一つ、というか、四肢の部分って四肢、股関節、肩甲骨、肩関節、股関節の周りってやっぱ気持ちいいところだらけだよね、基本的に。はい、じゃあ次肋骨、あの腰の一番下まで指一個ずつ、しかも相手のお客さんが呼吸入ったリズムと合わせた状態で下まで声帯の指圧をしていってほしい。この人の呼吸をまず見る。吐いた、吸った、吐いた、で吐いたで入ります。で肩甲骨ですね。でポイントはさっき言った肩甲骨寄せることと、抜くときが遅い方が気持ちいいです。押すことの中心じゃなくて抜くときのポイントの方が大事です。抜くときに副交感神経が入ってくるようなイメージ、あー気持ちいい、押すときはうーん、うわー気持ちいい、うわー、はい気持ちいいっていうイメージ、それを最後の下の腰の4番のとこまで行
きましょう。それを意識するのはその肩甲骨を寄せることと呼吸、相手の呼吸に合わせること、で相手の圧加減、その人に適切な圧加減、あのモデルの人言ってあげてね、あの弱い強いとかポイントがずれてるとか、脊柱起立筋の上に乗ることね、きっちり脊柱起立筋を探してね、分かんなかったらね、この丸まってる部分ですからね、この丸まってる部分の上、ちょうど真上だから外すとクリッていっちゃうところで、これをじゃあこうぐーっとちょっと3回いこうかね、3回練習でいくことと、もう一ついきます、肋骨をはぐはしっていうのがあって、肋骨ほぐし、肋骨を、阿部ちゃん大好きな肋骨ね肋骨って起立筋をこの上をほぐすのにものすごい有効なんです。肋骨ほぐすってほとんどリラクゼーションの人たちとかやってない人が多いので、差別化を図るのがものすごいです。アロマの人たちもそうだよね、肋骨の意識をものすごい持った方がいいですよね、こう横の意識、なんかこの辺が多い周囲の中で、どっちかというとこっちの方が結構重要だったりっていうか、肋骨をほぐすのはちょっとこっちからやるね、ここだけ気をつけてほしいの、浮遊骨って一番下の骨ってぶら下がってる骨で12番、胸椎の12番、ここだけここで止まってるんですよ。あとは全部くっついてあばらで下まで行ってるんですけど、前に側に入ってるんですけど、ここだけ一番折れやすいって言われてる骨なんで、ここね、ここだけ気をつけて、まあでも折れるほど弱い人は多分いないと思うんだけど、おじいちゃんおばあちゃんとかやるときとかはね、肋骨剥がしていきますね。肋骨剥がしは基本的に上から流れてきてるので上からいきます。さっきのここ行きましたよねここをスタート地点にしましょうかな、はい、ここで揺らす、今度揺らす式になります。1個ずつ下に骨に沿って1個ずつ下になります。で基本的には隙間に入ってます、肋間に入ってます。で揺らしながら実は起立筋を促進してるんですか、わかります、はい、この起立筋のこの硬いのグリッとあるよね、これをほぐすためにこっち側からこう入れて促進しながらこれ確かめてるんですね、こう緩んできてるかどうかの、ここの指で。で基本的に揺らしって何気なくやってるようでリズム取らないと気持ち悪いので、基本的にはだよ、基本的には 1,2,3 でちょっと強め、 1,2,3 で強め、基本的にはだよ、 3,1,2,3 ずっと同じリズムでこうやってやるのももちろん悪くはないんだけど、どっちかといえば 1,2,3 でちょっと強め、 1,2,3 で強め、3、肋骨全部いきましょう、浮遊骨のここまでね、浮遊骨だけ気をつけてってことね、ここだから弱めにやるってこと、常に横まで行っちゃうかな、大事だからね、腰、腰痛の人もね腹斜筋の部分ね、ここね、ここを横からこう入れます、がっつり、これ深く入るので、これもリズムでこう行って、行った後にこのまま行っちゃいましょう、じゃあですか、これも揺らしにも OK ですし、これは真横をやってます、真横だからちょっと床である場合ね、ちょっと真横って結構下になる、床でやる場合は OK、はい、ですか。もう一回いきますよ、ここ起立筋の肩甲骨のちょうど5番からさっき言ったところぐらいからこう呼吸を見て入って肩甲骨寄せて、指に力入れてないですからね、こう呼吸に合わせてね、抜くときゆっくり、抜くときにゆっくりよ、抜くときにゆっくり、抜くときにゆっくりで下まで、で次肋骨ちょうどかかここの下からこういきましょう、ちょうど真横らしいんですね、真横、骨に乗っかっちゃっても本当はね、基本的にはいいんだよね、骨に乗っかっちゃって骨を動かすっていうのもいいし、間を狙ってやるのもいいし、あんまり変わらないです、気持ちよさも変わらないよ、変わらないので、でお腹のこの横まで慣れてくるとこうやって触れるので、さっきビクビク言ってたけど、するとお腹のこの緊張が取れて腰痛の人にはいいね、すごい、
はい、じゃあペア変えていきましょう。